はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドの新ランクマッチやってきます。結構最近コメント欄でレヒレがきついみたいなねコメントを結構もらってたんで、ちょレヒレ確かに僕もきついなと思ってたんでね、土俵の方をちょっといじってちょ勝てるんじゃないかなっていう風にねしてきました。で、これ選出なんだけど、ダイナバンギドヒドかな。あ、でも無動にないとこれさ、肩をちょっと変えてもさ、結局その選出策がきついんだよね、めちゃくちゃ。な、全試合その選出策になってて、それをなんとかできない限り結構苦しいんじゃないかなって思ってるんだけど、あー、どうしよっかな。バンギーナイトサンダー無理だよな。ハピカバンギーは欲しい。で、無動意ナイト、ネクロがきつい。で、レヒレ考えるとドヒドが欲しい。ウーロス考えるとダイナ欲しい。これでダイナバンギー無動ドヒドになってる。で、カバルドもそもそも誰でもきつい。もうなんとかあんないかな、俺。まあでも多分十中八九レヒレ出てくるでしょ。選手策合わせに行った方がいいよね。ダイナから入るのは確定でいい。ドヒド、無動で。サンダー出てこないんじゃない？ウラオスの方が出てきそうだけど。てか多分カバレヒレ、ネクロとかじゃないかな。最悪サンダーはね、ウラオスで頑張れるから。あ、ウラオスじゃないや。無限ないので頑張れるから。そんなに重く見なくてもよくて、いや重く見ないとダメなんだけど、対面で頑張ろうっていう感じかな。で、ここ振り対面でしょ、相手視点だから裏一体見えるわけで、まあダイマックスを打っとくのはいいかな。ネクロダマ出てくること考えると下手に刺激しない方がいいから。で、レヒレ出てくるならさ、それでいい。ネクロ出てくる。これで相手の裏がサンダーだったらこっちドヒド捨てていいから、それでまあなんとか頑張れないかなみたいな。要はそのドヒド捨てることで対面が作れるじゃん、サンダーと無限大なの。それでまあ頑張ろうっていう感じなんだけど、残飯、まあ、多分身代わりまであるやつっぽいね。無動引きからで、いや本当に選出策がね、本当にこのゲーム今きつい気がする。なんか選出策じゃない試合がないから、その卓をごまかす必要があるんだけど、無限大なんか頑張ってくれるから、まあまあなんとかなってるっていう話で。ラストレヒレか。オッケーオッケー。サンダー軽く見る選手と合ってたね。まあ本来だったらレヒレは別に普通の方ならハピで殴り合えばいいんだけど、もうイカチョウしかいないから、まあドヒド引きかな。イカチョウしかいないんだよね。あとね、ヤドランじゃなくてドヒドイで構築に組み込むと、レヒレがそんなにきつくないっていう。そんなにきつくないことはないんだけど、ちょっといいっていうね。あー、メガネだったか。嫌の実パクられたのうざいけど。いやー、でも言うてこれね、いやー、これ一回ネクロ引いとけばよかったな。ネット打つか毒づき打つかだね。でもトリックしてきて多分、なんならこう釣りに行ってもいいんだよな。まあ、ネクロ削ればいいか。ああ、さすがにツッパじゃないから。ウラオス。はいはいはい。急所でしょ。でっか。メガネドヒドが強かった。これね、ドヒド削んない方が多分良くて。ああ、でもレヒレあの方だったら。あれか。ネクロでいけるから、これはこれでいいか。ハチマキだと思うけどね。結局ドヒドイで裏に下がるから回復するんだよな。ハチマキ。あ、ギリ落ちないか。まあまあまあ、これ見てからダイナ引きでいいや。であと多分、ネックロズマだけで残飯見えてるから、もうマジフレ打ってっていいかな。まあ無限ダイナでネクロ削っていく感じのゲーム展開で良さそうだけど。はいはいはい、強打。こっから多分相手、無限ないのが一生きついだけのゲームだと思うけどね。てかトリックしてくるレヒレもちょいちょいいたけど、イカチョウ以外を6億年ぶりに見たわ。イカチョウでもそこそこいけるんじゃないかっていうか、ダイナと絡めて処理できるんじゃないかなっていうドヒドイデを用意してきたんだけど、なんか全然必要なかったわ。この試合に限っては。
だからそもそもね、なんかこの動画撮り始めてからレヒレとまた急に当たんなくなるっていうね現象が発生してて、撮影にもう3時間ぐらいかかっとるからね。これそんで多分相手もウラス捨てるか裏出すかだけど、オッケー、そうだよね。めっちゃ見えてんだこの人、すごい。もう負け筋まで見えてるっていう。オッケー、ジジイ。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やってきます。ぼちぼち順位上がってきて600位ぐらいまで来たね。でこれきついミラー来たな。相手だけヒードラインのちょっとずるいけど、まあハッピナスは投げたいかな。ダイナハピバンギとかでいいかな。それでいいね。ダイナバンギハッピナス、ヒードラインにまあまあ熱いと思うけど、バンギから入っとく話あるか。ドヒドのネットやけどがまずいか。さすがにこっちか。これなら多分ね、だいぶ、そもそもなんでかっていうと、相手的にヒットポイント投了でこっちに勝てる選出ができないから、ダイナ無動、ダイナバンギハピって投げてるから、ヒットポイント投了で相手絶対勝てないんだよね、こっちに。だからまあ、どうしよっかな。無限大ないたずらにヒットポイント減らさない方が多分良くて。まあ、即バンギ引きでもいいけど。挑発にバンギ投げたいな。まあ、バンギ即引いとくか。まあ、飛んでくるとしてマグスとか挑発か。大事だから。まあ、バンギ引きが通ると思うけど。身軽ケアすんなら、まあ、挑発もあり。てか、それかな？挑発かな？ここ挑発でしょ。マグストから来る。まあ、スリップダメージがうざいけど。ね、こっちポケモンを失うわけに、失った瞬間に多分負けるから。まあ、対面に通る技をちゃんと打っていくしかないんじゃないか。まあ、地震に対して誰引くかっていう話。いやー、ドラン、マジ？来た！でかっ！もらった。いける。でかっ。多分、かなり深読みしたね、相手。あと、バンギでヒードラン見てる人はいないからね。バンギの地震があんまりケアされない気がするわ。まあ、それが引けなかったんかな。ああ、イベルタル。ここ出てくるのイベルタルで。まあ、ダイジェット打たれる心配ないから。ダイマ切っていいかな。ここ、相手、ダイマ誘発で引いてくるんだとして、多分こっちのやりやすい展開できると思うけど。ダイマしてない。まあ、普通に気合玉で。殺してイベル通したいみたいな。あと物理型の話もあるかな。だから、ダイジェットさえ打たせなければ、バンギで削って、最後、無限大のダイマックス装で締めればいいから、そこはそんなに、脅威ではなくて、相手すべてが、すべてが悪い方向に行ってるね。まあ、ダイマしてるから、当たってても耐えるから、イベル取れるんだけど、はいはいはい。いいね。受けミラーって感じ。いや、相手もあれか。ヒードライン以外全員回復技多分あるポケモンだよね。まあ、イベルタルが羽あるかないかみたいな話はあるけど、多分持ってるだろうから。ラストドヒド。負けねえんだわ。受けミラーで僕が負けないからね。いや、そう。普通に受け身ら TOD とか全然負けるときあるけど。オッケー。2連勝 GG。お疲れ様でした。また明日の動画で。